クルシップスポーツって何？みんなで楽しもう。おー、みなさんこんにちは。リポーターの工学館大学2年生金丸です。皆さんはインクルーシブという言葉の意味をご存知ですか？インクルーシブとは、すべてを包括する、包み込むという意味で、社会全体で捉えると、障害の有無、性別、年齢、国籍などを問わず、すべての人が含まれている状態を指します。今回は、誰もが一緒に楽しくできるインクルーシブスポーツを、私たち工学館大学生と伊勢学び高校生が、伊勢市の観光 PR キャラクター花テラスちゃんと一緒に体験してご紹介します。それでは行ってみましょう。最初にご紹介するのはモルックです。モルックはフィンランドのカレリア地方の伝統的な競技、キイッカというゲームをもとに開発されたスポーツです。モルックという棒を投げて、スキットルという12本の木製のピンが倒れた内容によって得点を加算していき、先に50点ぴったりになるまで得点した方が勝ちになります。詳しいルールをご説明しましょう。まず番号の振ってあるスキットルを順番に並べます。次に投げる順番を決め、順番にスキットルから 3,4 メートル離れたところからモルックを投げてスキットルを倒します。点数の数え方は、1本倒れた場合、倒れたスキットルに書かれている数字が点数となります。この場合、3と書かれたスキットル1本のみ倒れていますので、3点になります。複数本倒れた場合、倒れた本数が点数となります。この場合、2本のスキットルが倒れていますので2点になります。スキットルは倒れた地点で再び立てられます。ゲームが進むにつれてスキットルが広がるので、倒すのが難しくなってきますね。いずれかのチームが50点を先取した時点でゲーム終了となります。また50点を超えてしまった場合は、25点から再スタートとなり、3回連続でスキットルを倒せなかった場合は失格となります。それでは工学館大学生若林さんと花テラスちゃんに対決してもらいましょう。頑張るぞ。さて、競技が終わりました。花テラスちゃんが先に50点ぴったりになりましたので、花テラスちゃんの勝ちです。次の種目へ行ってみましょう。次はディスクゴルフをご紹介します。ディスクゴルフはゴルフボールの代わりにフライングディスクを投げ、専用のディスクゴールに何投で入れられるかを全18ホールまたは9ホールのトータルスコアで競うスポーツです。基本的なルールをご説明します。ディスクゴルフは通常4人1組で行います。まずじゃんけんで投げる順番を決めて、1投目はティーと呼ばれるスタート地点から投げます。2投目以降はゴールから遠い人の順で、自分のディスクが落ちている場所から投げます。ディスクは転がしても滑らせても構いません。また何枚かのディスクを用意し、状況に応じて1投ごとにディスクを使い分けることもできます。投げ方は自由なので、自分の投げやすい投げ方でも大丈夫です。今回は体育館で行うので、床に貼ってあるラインテープからそれぞれ5回ディスクを投げ、最後に何回入ったかを数えて競うルールとして挑戦します。それでは工学館大学生宮田さんと若林さん、
伊勢学び高校生の山口さんと花テラスちゃんに対決してもらいましょう。頑張るぞ。おさて、競技が終わりました。結果を発表します。宮田さん1回、若林さん1回、山口さん1回、花テラスちゃんが0回です。宮田さん、若林さんの勝ちです。おめでとうございます。今回は体育館という場所に応じてルールを変更しました。場所や年齢など状況に応じてルールを変更して楽しめるところもインクルーシブスポーツの良さですね。さあ、いよいよ次が最後の種目です。花テラスちゃん、真剣勝負だよ。負けないぞ。それでは行ってみましょう。最後にご紹介するのはボッチャです。ボッチャは重度の脳性麻痺者や手足に障害のある人のためにヨーロッパで考案されたスポーツです。2021年東京2020パラリンピックでの日本チームの活躍を受けて一段と注目を集める競技となりました。ボッチャはイタリア語でボールという意味です。2チームに分かれて目標球である白色のジャックボールに赤、青のそれぞれ6球ずつのボールを投げたり転がしたりしていかに近づけるかを競います。それでは詳しいルールをご説明しましょう。まず先行チームの人がジャックボールを投げます。そしてジャックボールを投げた人が赤色のボールを投げます。次に相手チームの誰かが青色のボールを投げます。次に投げるのはジャックボールに遠い方のチームです。今回であれば青色のチームですね。すべてのボールを投げ終えた時点でジャックボールに一番近いところにボールがあるチームの勝ちになります。負けているチームのボールよりジャックボールに近いボール数が点数となります。今回はランプを使用します。ランプとはボールを投げることができない BC3 というクラスの選手が使う道具です。それでは今からランプの使い方を説明します。まず北川さんが赤ボールの方向を決めます。選手である北川さんの指示を受け山口さんがその方向にランプを向けたり角度や長さを調節したりしてボールをセットします。そして北川さんが自分の身体を使ったり時には道具を使ってそのボールを押します。その時山口さんは赤ボールの方を見ることも話すこともできません。一人で全部操作したいという方は E ランプがおすすめ。 E ランプとはボタンを押してボールをセットし目線でボールの方向もセットされ全て一人で操作できるものです。それでは花テラスちゃんチームが赤ボール、伊勢学び高校チームが青ボールに分かれて対決してもらいましょう。頑張るぞ。おさて、競技が終わりました。結果発表です。赤
ボールが青ボールよりもジャックボールに近いので2対0で花テラスちゃんのチームの勝ちです。おめでとうございます。今回ご紹介したモルック、ディスクゴルフ、ボッチャはとても簡単に誰もが楽しめるスポーツですね。またインクルーシブスポーツは年齢や環境などに応じてルールを変更して楽しめるところもいいですね。最後にお知らせがあります。10月15日日曜日14時よりミニ電子スマイルアリーナおばたでインクルーシブスポーツフェスタを開催します。体験していただく内容は今回ご紹介したボッチャ、モルックをはじめ尻尾取り、ディスゲッターナインなどです。申し込み方法などの詳細は広報伊勢9月1日号または伊勢市ホームページをご覧ください。このイベントは私たち伊勢学び高校生と工学看護大学生によって運営します。皆さんに楽しんでいただけるイベントにしたいと思いますので、たくさんのご参加お待ちしております。インクルーシブスポーツは年齢性別障害の者にかかわらず誰もが楽しめるスポーツです。この時代インクルーシブスポーツのことを知っていただき、みんなでスポーツを楽しみましょう。